SDKFZ-9 は第二次世界大戦でドイツ国防軍及び武装親衛隊で使用された牽引力18トンのハーフトラックである。製造、開発を担当したメーカーファ e グ、ウントモ・トーレン・ウェルケ GMBH による故障はフェイモ F3 で模型マニアや実写コレクターマイナスの間ではフェイモ・ファモが本社の通称になっていることもある。なお、ファイグ。 ウントモートーレンベルケ GMBH は日本語に直訳すれば車両及びエンジン製造有限会社といった意味の社名である。1936年に陸軍の戦車運搬車として開発されたものでハーフトラックとしては世界最大級であった。戦車運搬用の116型トレーラーを牽引することができたほか直接牽引も可能であった。しかし、 対戦中期以降の重戦車を直接牽引するには力不足で3両以上の重連牽引が必要であり、この任務にはベルギーパンターなどのより本格的な装甲回収車が開発されることとなった。HL108 マイバッハ12機等 V 型エンジンを搭載し、そこから変速機を介して動力が伝達される7トンの牽引力を持つウインチを装備している。SD KFZ9 は1938年から1944年までの間に約2500両がフェイモ社により生産された。ありがとうございます。